小林です。左の小林を持ってきました。まず掛布さん、はい、原監督がキャッチャーの鶴岡に代打を送った。もう1点取ればくるんで逃げ切れると、まあ、点を取られれば勝てない、非常に変えづらい場面ですけども、まあ、取らなければいけないということですよね。ただこれ左のその小林君ですか、出てきた時に高橋君がですね、最後までスライダー系のボールを待ちきれるかだと思います。カウントによって待つボールを変えるだとか、そういうことをせずにスライダーだけを仕留めるんだと、そういう気持ちで打席に入れるかだと思いますね。スライダーですか。川松さん、はい、この小林というピッチャーの今シーズン左バッターの打ち取り方、どんな特徴がありますか。どうしてもやっぱり外中心の変化球ですよね。まあインサイドを攻める投げるってことはほとんどないんですけれども、見せてももう見せ球で、はい、あとはもう外中心の勝負配球になりますよね。このピッチング練習をご覧いただくと分かるんですが、いわゆるただのサウスポーではなくって、ご覧のようにサイドスローですよね、はい、だから左バッターからしてみればかなりこう打ちづらいピッチャーですよね。それが先ほどちらっとご覧いただいた対右バッター対左バッターの打ち取る、そして打率に表れています、はい、そして控えるは高橋由伸、この数字です。右バッターに対しては4割1分ですが、左バッターには2割2分1厘しか打たれていません。高橋由伸、ただ一つ注意しなきゃいけないのはですね、あの見せ球のインコースも投げづらい場面だとは思うんですけども、その見せ球のインコースはボール球なんですよ。そのボール球ってのは変化球を投げる場合はストライクになる高さで投げてくるわけですよ。その見せ球のインコースの強いボールの見極めってのがこういう場面で一番大切なんですよ。なるほど、絶対にそこは攻めてくるんですね、ただ最後までスライダーを待てる我慢、はい、それが来たら振る勇気ですね、内野陣は前に出ました。ランナーを一人たりとも返さない、その気持ちがにじみ出たこの守備隊形、代打高橋由伸です。思えば去年のクライマックスシリーズ第2ステージは中日相手、第1戦出場を果たしたものの極度のひどい腰痛に襲われ、2戦目から高橋は姿を消しました。今のボール、竹下スライダーですけど、バッターからするとすごく遠く見えるスライダーですね。今度はストレートでしょうか、ワンエンドワン。今日の試合振り返れば同じようなケースで満塁、ただそこでゲッツンとって巨人が打ち取った場面がありました ね、 あれが決定的に主導権を渡さなかったわけです。去年のその腰痛、1年前は歩くこともままならないほどの痛みでした。高橋はそれがやがて腰の痛みから心の痛みに変わりました。インコース行きました、ね、今のボールなんですよ。これが見極められたのが大きいんです。大きい。江川さん、ピッチャー心理はどうでしょう。僕はすごくいいところ投げてると思いますね。ただフォアボールは許されないんですよね。何もダメなんですけど、ちょっと高いんですけど、でもいい感じで投げてると思いますね。あまり力まずに投げられてる。次ですね、次のスライダーだと思うんですけどね、はい、僕空振り、ストレートでしょうか。川松さん、はい、ここでストレートできましたね。普通はね、ピッチャーもっと力むんですよ、この場面。そんなに経験のあるピッチャーじゃないんで、素晴らしいボール、腕の振りですよね。6年目、28歳です。プロに入って通算で91試合マウンドに上がっています。今のスライダーですよね。スライダーですか。お気合い入れた、滑るような感じで来ましたね、今。ピッチャー抜けない抜けない、セカンド一塁、アウト。すごい、
ダブルプレーだ。全身守備でダブルプレーを取った。なんという井端、ビッグプレーが出ました。すごい全身守備でゲッツーです。初めて見ましたね、これ。素晴らしい。今どうやってやったかちょっともう一回見たいですね。半身の体勢で取り、そして打球の勢いに身を任せるようにしてセカンドに入りました。ホームで勝負しなきゃいけないんですけど、できない打球だったんですよね。そこの切り替えですよね。普通ならバックホームです。ただこの体勢のまま今度ベースに行き反転して一塁。すごいですよ今のプレーは。高橋も全力疾走を見せましたが、もう一度別アングルでご覧いただきましょう。全身守備の井端、止めることすら精一杯です。あんまり見たことないです ね。素晴らしい。これで満塁からダブルプレーで一瞬にしてそのチャンスがついえる、この試合の中で2回目です。川さん、はい、先ほどのファインプレーの時もそうですが、この井端が足の不安を自分で押しつぶしてますね。そうですね。今なんか本当自分でベースに入らないとダブルプレー取れないプレーですもんね。あのセカンドの荒木はあそこから同じように前進ですからなかなか間に合わない。はい、小林投手もいいボール投げましたよ。ただね、やっぱ江川さん言うようにね、やっぱ本当にうまく攻められたんですから、だからこういう大切なゲームでやっぱりその前にピッチャーのミスがありましたけども、ビッグプレーでね、はい、守り勝ったってことが何か中日の野球なんですね。それが大きいと思うんですよ。特に今シーズン阪神戦でこれだけ負け越したっていうのはミスだったんですよ。ミスなんですよ、それこういう初戦でね、このビッグゲームの中で守り勝ったってことがね、なんか中日の野球にこう勢い、勇気というものを与えたこの井端君のプレーのような気がしますね。なるほどね。河村さん、はい、その井端のプレーなんですが、実は試合を見ていた阿部慎之助もですね、信じられないプレーだというふうにつぶやいたということですね。あ、そうですか。